はいどうも、年貢シューターと申します。今回は7月30日公開新 DLC 202年6月河北騒乱、こちらで遊んでみようと思います。兄弟骨肉の争いシナリオでございます。まず袁紹ですね、正統後継者となった袁紹でございます。袁紹配下には袁騎がいますね。袁騎実はですね、袁紹の兄です。兄弟何人いるかわからないんですけども、袁譚、袁騎、袁紹の順ですね。なので袁紹が後継となっていますが、ちょっと不自然な後継者となっております。ここら辺はですね、各がこの後ですね、曹操に後継者の相談を受けて言ったように、袁紹や劉表のことを考えておりましたと言われるぐらいですね、長子、長男を後継にしなかった場合どうなるかということになるわけですね。でこちらの配下はですね、割と古参っていうか、河北出身の、何と言いましょうか、日本でいう譜代家臣みたいな、代々袁家に仕えていたような配下武将が多いのかなという感じですね。次に袁譚配下見ていきます。袁譚はもともと清州志士に任命されております。なので清州のあたり、平原、北海両方清州ですね、こちらに勢力を持っております。配下を見ていきましょう。袁譚奥州、そして新平郭都あたりがですね、主要人物ですね。で新平郭都もやはり永泉出身ですね、巨匠のあたりで。奥州もそうなのかな。あでも北海大衆高雄に仕えた後なので、やっぱり戸様なんですよね。袁譚配下って戸様が多い。これが何を意味するかというと、袁譚長男のくせに家臣に背かれてるんですね。家臣に人気がないんですよ。そこなんですよね、多分袁譚の良くないところって。分かった。しかし人物評では袁譚の方が優れていると言われておりますね。ではその優れてる袁譚で始めていきましょう。袁紹軍の兵糧が嘘にある。これ袁譚ね、嘘を守った方がいいって、全力で嘘を守った方がいいって進言したんですよ。だから袁譚できるやつなんですよ。僕は袁譚推しですから。冒頭では孫策が急成して孫策の消え方が後を継ぎ、やがて袁紹が病没すると、その右に一人だけおかしいやつ、これ袁譚と袁紹が対立し、河北に嵐が吹き荒れていた。はい、袁譚本拠地平原でございますね。行には袁紹、そして曹操がどこだろう。あ、僕よりいますね。これこのまま攻めてくるんですかね、進めたら。そして最初の戦い、霊陽港ですね。ここが空いてるところがですね、この光栄さんの憎いところ。ここをですね、袁譚で取るわけですよ、まずは。しかしこの兄弟多分敵対ですよね。袁譚外交、交換は有効12ヶ月。ちなみに交換もですね、袁紹の親族、袁家の親族ですね。これは信陽にいますね。平州志士ですね、交換は。で袁紹弟のくせに敵視だもの。これはいけませんね。それではイベント見てまいりましょう。格眼感化、これ難しい字で書いてありますけど、これはですね、対岸の火事を眺めようっていうことですね。簡単に言うと、袁紹と袁譚が仲違いを起こすから攻めなくてもいいっていう各家の策ですね。ほっとけっていう策です。次259番、行陥落。あとここら辺も増えました、番号的に。女子の敵討ち、これは孫家ですね。滅びゆく袁家、白狼山の戦いのやつですね。そんなところですね。まずですね、袁譚で霊陽光を取りましょうよ。これは歴史通り、これ平坦切られないように角刀を後ろに控えさせて、このルートで行かないといけないのかな。あ、いいか、あの性格悪い弟のこれいい案取っちゃえばですね。こう行きましょう。みんな行くぞ、みんな行くぞ、青春の握り拳。そうそう、袁譚が青春の握り拳で、
炎章がこれ力道山、これプロレスつながり、これ多分わざとだと思うんですよね。でこの炎丹の偉いところはですね、ちゃんとあれですよ、行に攻め込んできた曹操軍を守ったわけですよ。ああ攻められるな、これ攻められちゃう。あ、すごい勢いで攻めてくる。聞いてください。やべえ、これイベント出る前に滅ぶやべえ滅ぶ。これ霊陽光曹操から守る前にこれ弟にやられるんだけども、これエンタン承知したエンタンダメだ、もう霊陽光守れない。さてなんやかんややってるうちに出ましたね、イベント。各眼感化見ていきましょう。曹操軍の攻勢に恐れをなした炎丹と炎章は一時的に後継者争いをやめ、手を組んで曹操に抵抗する構えを見せた。ご承知のように曹操が攻めてきています。炎丹様は炎章様と手を携えて曹操を迎え撃たんとお考えです。炎章様のご返答はいかがでしょうか。これ各党は炎丹配下ですね。よかろう、ならばわしは総大将としてご詰めをする。兄上には先方となってもらおう。うむ、わかりました。では先方を務める炎丹様の作戦参謀として心配殿か宝器殿を使わせていただけますか。どちらも手放すわけにはいかぬが仕方あるまい。ここはくじを引いて決めるとしよう。早速くじを引かせたところ宝器が引き上げてたので、炎章は宝器を炎丹のもとへ向かわせた。そうなんです、これ炎章が悪いんですよ。炎章がですね、援軍よこさないわけですよ。炎丹は曹操軍から河北を守ってるのに炎章はよこさないわけですよ。どう考えても炎章が悪いんですよ、この兄弟喧嘩って。いまいましい。こうなっては曹操に降伏し先に剣法を打つとするか。これ降伏しちゃうの。ああ降伏はしないんですね。これ炎章が後から出てきて曹操軍を撃退するところですね。ここで格眼感化ですよ曹操様。こうやって曹操が攻めてくると一致団結せざるを得ないわけですが、曹操が引くとなると元の兄弟喧嘩を始めるわけですね。というところで新シナリオ、河北騒乱。私は炎丹推しですが、皆さんは何推しでしょうか。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。